皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。アイドルグループベリーズ工房のももちとして2017年まで活動していた嗣永桃子さん、そしてそんなももちと同じナルシストキャラの元モーニング娘。の道重さゆみさん、この2人が不仲でお互いにバチバチの関係だったという噂を調査しました。今回はそんな2人のあの時の確執についてや現在の関係性についてご紹介いたします。ぜひ最後までご視聴ください。嗣永桃子さんは1992年3月6日生まれで千葉県出身です。ハロープロジェクトキッズを経てベリーズ工房のメンバー、ボーノのリーダー、カントリーガールズのプレイングマネージャーとして2002年から2017年まで活動しました。愛称はももちで、メンバーカラーはピンクです。毛先がくるんと跳ねた通称ももち結びと呼ばれるあのツインテールが特徴的で、自称世界一可愛い日本の女性アイドル。このももち結びと呼ばれるツインテールはガチガチに固めてあるため、メンバーは時折ダンス中に直撃の被害に遭ったんだとか。このももち結びを触られることを極端に嫌い、触った人物はガチギレされるか口実の物理的な必殺技を食らう羽目となりました。しかしリリース曲によってはミュージックビデオにおいて様々な髪型で登場することもあるし、写真集では大人っぽいストレートヘアのショットもあります。ベタな昭和アイドルさながらの衣装と言動でテレビではぶりっ子キャラで通していましたね。しかし YouTube のライブ映像ではハロプロで培われた安定した歌唱力の持ち主で、アイドルソングから案外ロックな曲もこなせるという意外な面も見られます。実際にベリーズ工房では歌唱面の一角を担っており、結成当初から安定した低音を聞かせた歌唱力と地声をうまく利用した高音域できっちりと引き締める安定感を誇っていました。しかしそんな自称世界一可愛いアイドルも2017年6月30日をもってカントリーガールズおよびハロプロからの卒業。それ以降は幼児教育の道に進む意向を表明し、事実上引退となることも認め、25歳で16年の芸能生活に一区切りをつけることとなりました。嗣永桃子さんはもともと芸能活動と学業を両立しており、教育実習のエピソードなどをトークで語っています。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種の教員免許もすでに取得していました。今は芸能界を引退され一般人になったそうなので、これからアイドルとしての姿を見られないのは残念ではありますが、自身の夢を追いかける姿はファンとしては応援し続けたいですね。そんな嗣永桃子さん、同じくアイドルでナルシストキャラの道重さゆみさんと仲が悪いそうなんですが、一体何があったのでしょうか。仲が悪いと言われている出来事は2012年嗣永桃子さんの記念すべき20歳の誕生日に起こります。この日嗣永桃子さんの6冊目の写真集が発売されました。その写真集が20歳も持ち、その写真集発売記念イベントが都内で行われた時のことです。イベント開始前に報道陣の取材に応じた嗣永桃子さんは、同じナルシストキャラの元モーニング娘。の道重さゆみさんと共演した際に、桃子ちゃんの顔は中の下だよと毒を吐かれたと明かしました。それに対して桃地が可愛すぎて道重さんが目立たなくなっちゃうので、そこは許してにゃんって感じですねと女優の笑みとともにコメント。最近周りで評判が良いという自身の横顔を情の情で突き抜けてると自画自賛し、道重さゆみさんについては私から見たら82点くらいですねと上から目線で語るというエピソードがありました。道重さゆみさんは1989年7月13日生まれで山口県宇部市出身、女性アイドルグループモーニング娘。の元メンバーで、
8代目リーダーおよびハロープロジェクトの4代目リーダーを務めました。愛称はさゆ、さゆみんなどで、イメージカラーは嗣永桃子さんと同じくピンク、キャラ設定も同じナルシストキャラでかぶっていますので、その点でもお互いライバル意識のようなものがあるのでしょうか。モーニング娘。のオーディションでは歌唱力やダンススキルの要求レベルが高くなっている中、この子自体が作品と得意なキャラクターを買われて採用されました。歌唱力はそれほどないようですが、キャラクターの立て方で存在感を放っており、バラエティでも毒舌ナルシストキャラと努力家の両面を持っています。卒業後はしばらく芸能活動を休業しており、ブログも書かれなかったため引退かなどとささやかれていましたが、2016年11月26日に活動再開を発表。2017年3月19日より復活ライブ、さゆみんランドール再生公演を行いました。同年11月にはモーニング娘。20周年武道館公演に辻のぞみさん、高橋愛さん、田中玲奈さんと共にサプライズ登場をしたり、現メンバーと歌声を披露するなどしました。さて、仲が悪いと言われた出来事、桃地が毒を吐かれたという、この共演した時のエピソードというのが、オンラインゲームドラゴンネストのプレイヤー向け企画、神アイドルハロリ下克上バトルの記者発表会でのことです。同ゲーム内で史上最高の神アイドルキャラクターハロリ役を担当している道尾もさゆみさんと、道重よりも可愛いのでハロリ役は自分しかいないという桃地こと嗣永桃子さん、そしてフォーリンラブのバービーさんが登場しました。3人ともハロリ役がやりたいということで、ハロリ役をめぐって火花を散らしていたところ、ハロリは神アイドルじゃないといけないの、桃子ちゃんはハロープロジェクトの中でも可愛さ上位じゃないよと道重さゆみさんが反撃を繰り出し、思いもしなかった言葉にえと顔が固まる桃地、神アイドルの座をかけた戦いだったことと、道重さゆみさんお得意の毒舌が2人をより不仲に見せたのでしょう。そんな不仲と言われていた2人ですが、平成アイドルといえばということで外せないのはやはりハロプロ勢モーニング娘ですよね。1997年にデビューして、これまでの王道アイドル路線とは違い、親近感やヤンキーっぽいのにすごく可愛いというのが売りでしょうか。純粋培養の正統派アイドルとは言えない存在感でしたが、オーディションを勝ち抜いてアイドルにのし上がっていく姿に世の中の女の子たちは憧れていたと思います。その代表格がナルシストで毒舌キャラの道重さゆみさんと、バラエティ番組で大物にも臆せず音ももちとうざがらみしていたももちこと嗣永桃子さんではないでしょうか。道重さゆみさんにしろ嗣永桃子さんにしろ、単にぶっ飛んだぶりっ子キャラを演じていたわけではなく、所属グループに注目を集めるためのまさにプロアイドルの気概、その姿勢にファンたちからは道重プロ、嗣永プロと呼ばれるまでになりました。実際指原莉乃さんや中川翔子さん、大森聖子さんなどは道重さゆみさんのファンで有名ですし、パイパイでかみさんやハロプロの後輩である羽賀茜さんなども嗣永桃子さんのファンを公言するなど、多くの現役バリバリのアイドルやタレントたちから支持されており、2人はアイドル業界の底上げにも一役買っていたのですね。そんな姿から2人にはキャラ設定もそうですが似たものがあり、不仲ということで注目されていたのではないでしょうか。お互いにナルシストキャラですし、毒舌なところが面白いという部分もありますので、不仲というよりお互いがお互いのキャラ付けを把握して面白く発言しているようにも思えますね。実際のところ現役時代どうだったのか真相は分かりませんが、2人
人が不仲という情報はあまり見つからず、現在でも二人ともアイドルといえば出上げられる伝説的アイドルとなりましたね。皆さんいかがでしたか？最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではまた。